挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。ということで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。呪術廻戦ファンの中では不朽の名作とされている呪術廻戦のゼロ巻に関する動画は以前こちらでも動画にさせていただきまして、映画化だったり OVA 化映像化待望のゼロ巻になるわけなんですけれども、ついにこの時が来ました。というわけでゼロ巻の名場面ベストシーントップ5を私黒が独断と偏見で選出しました。なのでここは皆様それぞれ名場面ベストシーンがあるかなと思いますので、ぜひ皆様が思うベストシーンを下のコメント欄にコメントしていただければと思います。名場面ベストシーントップ5ということなんですけれども、場面で伝えるのは少し難しいので、その場面の名台詞がこう順位で出てくるんですけれども、そのセリフというよりかはそのセリフが絡まったシーンのことですね。名台詞に関してはランキングもね別の動画で作ってありますので、今回はゼロ巻の名場面名シーンになります。第5位、蝶よりも花よりも丁重に扱え。ここはですね、乙骨が善意巻き、犬巻トゲ、パンダがやられた時に反転術式を施す時ですね。リカちゃんが嫉妬して、ずるいずるいお前ばっかり。そこで何をしているリカと、その人は僕の恩人だ。蝶よりも花よりも丁重に扱え。ここですね。ここに関しては以前からもお伝えしている芥見先生の言葉選びのセンスよね。蝶よりも花よりも丁重に扱えなんて言葉出てこないでしょ。やっぱりね、芥見先生の言葉選びが好きですね。第4位、僕が僕を生きてていいって思えるように。こちらはゲトー vs 乙骨ですね。善意巻き、パンダ、犬巻トゲがやられた時、その時に乙骨が言い放つセリフ、高専以外の呪術師のことなんか知らないし、お前が正しいかどうかなんて僕にはわかんない。でも僕がみんなの友達でいるために、僕が僕を生きてていいって思えるように、お前は殺さなきゃいけないんだ。はい、ここまでのね、この流れですよね。このゼロ巻の冒頭ではちょっといじめられっ子のような部分が乙骨にはありましたけれども、そこからのねこの成長ぶりっていうことで個人的に好きな部分になります。番外編、愛ほど歪んだ呪いはないよ。ここはですね、初めて乙骨がリカちゃんを自分から呼び出した時、五条先生がそっか一歩前進だねって言ったことに対して少し思い出したんですと過去を思い出すようなシーン。リカちゃんが僕に呪いをかけたんじゃなくて、僕がリカちゃんに呪いをかけたのかもしれませんって言ったことに対しての五条先生のセリフ、これは持論だけどね、愛ほど歪んだ呪いはないよって言うんですね。五条悟のね、この愛ほど歪んだ呪いはないよっていうのは持論だそうで、五条先生はこの持論が出るほど何があったのでしょうかと問いかけたくなる部分でございます。番外編、友達を侮辱する人の手伝いは僕にはできない。ゲトーが1年生たちに対して、特級秘呪者、突然変異呪骸、呪言師の末裔、そして全員家の落ちこぼれって言ったことに対して言ったセリフですね。で、その後の流れまでが好きで、来たる12月24日、日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。場所は呪いのるつぼ東京新宿、呪術の聖地京都。各地に千の呪いを放つ。下す命令はもちろん応殺だ。地獄絵図を描きたくなければ、死力を尽くして止めに来い。思う存分呪い合おうじゃないかっていうこの百鬼夜行結構宣言ですね。ここでも書かれているように呪術の聖地京都って書かれているので、東京の方がなんか聖地な気はしますけれども、京都ということで単純に知った部分になりますね。番外編、認められた気になってんじゃねえよ。はい、ここですね。マキさんってこういうね、なんか情はあんまり出さないようなイメージはあるんですけども、このゼロ巻に関しては、なんか乙骨といい感じというね、リカちゃんが嫉妬してしまう気持ちもわからんでもないような描写が描かれております。ちょっとね、乙女っぽく描かれてるマキさんが、なんかいいなと思いました。第3位、失礼だな。純愛だよ。ここはですね、乙骨 vs ゲトー。乙骨がですね、リカに対して、僕の未来も心も体も全部リカにあげる。これからは本当にずっと一緒だよ。愛してるよリカ。一緒に行こうと言って口づけをしまして、そこからリカちゃんが覚醒して、そう来るか、女たらしめ。って言ったことに対しての失礼だな。純愛だよ。そしてここからの、ならば、こちらは大義だ。もうここのセット。高校1年生にして、指輪をしたり、口づけをしたり、このようなセリフを堂々と言えてしまう乙骨くん。いや、とんでもない男ですよ、彼は。
第2位、ただこの世界では私は心の底から笑えなかった。これはゲトウがですね、乙骨にやられて、そのやられた目の前に五条悟が現れるところの描写ですね。またね、ここのいいところはそこは信用したと。お前のような主義の人間は若い術師を理由もなく殺さないとと。闇落ちしたゲトウに対しても信用してる部分があるんだということ。何か言い残すことはあるかと、五条悟に問いかけられた時に、誰が何と言おうと猿どもは嫌いだ。でも別に、後世の連中まで憎かったわけじゃない。ただ、この世界では私は心の底から笑えなかった。このシーンは呪術廻戦本編の五条悟の過去編でも触れられる部分なんですけども、ゲトウスグルが最強五条悟と並んだ時に自分がそれに対して感じる部分だったり、自分のやってることは果たして正しいことなのだろうかとこう自分自身に問いかけたりとか、仲間の死だったりつくむゆきの言葉だったり、いろいろなことがこう重なって闇落ちをしたわけで、そのね一つの理由みたいなものがここで触れられたので、個人的にはすごく好きな部分になります。そして堂々の第1位、僕の親友だよ、たった一人のね。はーい、こちらになります。このシーンはゼロ巻の最後、五条先生が言うセリフになるんですけれども、ここはねどんなシーンかと言いますと、ユータがリカちゃんとお別れをするシーンですね。リカはこの6年が生きてる時より幸せだったよっていう風に言って、リカちゃんが解除されるわけなんですけれども、以前学校に行った時に学生証を落として、それをゲトウがね拾っていたんですけれども、それをね返すシーンですね。あ、学生証先生が拾ってくれてたんだ。いや僕じゃない、僕の親友だよ、たった一人のね。これですよ。ここが好きな理由っていうのが、この五条悟にとっての親友、つまりゲトウスグルのことなんですよね。で、ゲトウスグルといえば何百人を自殺した最悪な呪詛師と言われるわけなんですけども、五条悟にとっては自分の青春を共に過ごした親友ということで、立場がそうなってしまった今でも親友だよって言い切るところが、あーいいなーと思います。バコードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ、何人たりともねっていうセリフも、これをね踏まえた上であのセリフを聞くと、五条先生は青春をどのようにね感じてるのかなって思う部分になるので、すごく好きな部分になります。はーい、じゃあというわけでゼロ巻のね名場面ランキングトップ5をお伝えさせていただきましたが、皆様とね被っていた部分はありましたでしょうか。言うてもゼロ巻はこれだけなのでね、結構ね被ってくる部分はあると思うんですけども、僕的に好きなランキングでございました。ぜひね皆様の好きな名場面も下のコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術廻戦の動画過去めちゃくちゃ上げておりますので、固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。